この動画はこれを見たら誰でも料理が作れちゃうをテーマにした料理動画です。いやー、ということで今日はなんとハンバーグを作り方を教えていただけるということで、イエイイエーイ、ついに3回目にしてそんな難易度の高いものって驚いてるんですけど、ついにここまで来たなっていう。多分今ので一番簡単です。ハンバーグ。では早速材料の確認をしたいと思います。はい。牛豚の合いびき肉、ひき肉 300g。 こちら合いびきです。豚と牛の合いびき。はい。玉ねぎ半分。玉ねぎ半分。パン粉。パン粉ね。はい、パン粉。これで、パン粉ってこれだよね。うん。卵1個。卵か。え？つなぎに使うのね、つなぎに。うん。うん。卵ある？卵！あー、びっくりした。ないわけないだろ。いや、卵かって言ってどっか行ったから。バカにしてんのか。塩コショウ。塩とコショウ。ケチャップ。これ前回オムライスの時使ったやつです。ソース。もしもし？はい？ソース。もしもし？ソース？はい、中濃ソースとかウスターソースとか何それ。はい、ソースなぁ。ないの、まあ、はっきり言うとない。でもあれじゃない、まあ、正直ケチャップとめんつゆとかでもいいわけだし、めんつゆはあるよ、めんつゆはあるよ。いらん。ソースとめんつゆとこのワインとかをこう混ぜて、ワインもあるよ。まあ、ワインはあっても、いや、ケチャップとソースのソースが一番うまいのよ。合わせるやつ？そう。ああ、なるほどね。じゃあもう今日はケチャップだけで。ポン酢で食う食い方もあるよね。でも、ポン酢で食うバージョンもあるよね。でも、あんま好きじゃないよ、俺は。和風おろしハンバーグみたいな。じゃあ大根あるんか？大根はねえけど。目玉焼きとチーズを乗せるハンバーグを今日作ろうと思ってた。ああ、そう、あ、そうか、なるほどね。あ、じゃあチーズだったら絶対合わないじゃん。合わんよ。そうでしょ。うん。じゃあケチャップだけです。うまい。いやでも、目玉焼きとチーズにも味はあるから。で、あとチーズとあ、ごめん、卵2個やな。卵2個ありますね。チーズ、ちょっと待って、卵もう1個取ってくる。卵が2個、結構使うものあるね。これで、ね、じゃあ揃ってるってこと？なんか一回一回取りに行くのしんどいわ。ごめん。準備できたからとか言ってさ、読んでさ、はいはい、じゃあやるかって言ってさ、なんで毎回待たなあかんの？いやちょっと後から必要なもん出てくるから、いっぱい。最初に言っとるやん、そのメモを見てさ、あ、これが必要やったなって揃えときゃいいやん。大体揃えてたつもりなんだけど、その卵とかは。つもりって何？また確認してへんやん。いや、確認して大体はあっただろ。だから、その卵とかがなかっただけで、他のこのメインのものは全部用意しちゃったけど、あ、卵ねみたいな、そういうのあるでしょ。お醤油みたいな、お母さんが台所で料理してて、ついついお醤油がなくて、お醤油って取りに行くみたいなやつあるでしょ。人間なんだから、その完璧に最初から全部揃ってるわけないだろ。何のためにメモ取ってんねん。お母さんは別にメモいらんからあると思ってるんや。お前メモ取っとんやろ。いや俺はそのメモをもう買い物の段階で使い捨てたから。あ、そうそう。ということで、これで、では早速作っていきましょう。イエーイ。はい。あれでしょ、あのやこう半分までいってやるやつでしょ。お覚えてた。当たり前ですよ。2週間前ですかね。前々回のオムライスの時にやったやつですね。ここを皆さん、こう間まで切り込み入れて、で、ここからこう切るんだっけ？全然覚えてへんやないか。切り込み入れた方を手前にやって切るんだっけ？で、のれんってワード覚えてます？あー、のれんね。あー、のれんだ。そうだ、のれんだ。え、手前に切り込みは手前でいいのな？口はこっち側に来てて、これでのれんに切るのね。うん、あー、はい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 。ほい。
で、こっから、なんで教えないの、お前。バカか。あ、聞いてんの聞いてるんや。聞いてる聞いてる。自分で確認して、こっからこうするんだよねって言うんかと思ったから。いや、こっからどうすんのっていうこと。あ、覚えてない。覚えてない。そのまま切るだけ切るだけ。こっからもうこう切ってていいのね。うん。はい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 。よし、できた。手でこねます。え難易度高いわー。手で触んのこれ。うっせやろ。無理ためられるわ。無理だかい、無理な時の方法あんの？あの、ビニールの手袋を買ってくるっていう。そっかー。あ、じゃあ手でこねます。勇気を持って手でこねます。これもうじゃあ手でいっちゃって、こういっちゃっていいの？そう。マジで？もうぶっ潰して、潰して。へぇー。うわー。しまってて。うわー。これで。うわー。好きじゃないわー。言ったらお前、よそで食うハンバーグもこうやって手でこねられてるやつや。いや、よそで食うハンバーグはメカでしょ。いや、まあまあ、よそのどこにかによるけどな。そりゃ。どこかによる。ファミレスとかはメカでしょ。どんなぐらいまでこれはやるわけ？まあ、潰れるぐらいまで。押し付けるようにやるとやりやすいと思う。押し付けるように？手の、なんていうの、あの、つくところ。は？この、なんていうの、手の硬いとこあるやん。手首のとこ。おおおおおお。なんていうの？手首じゃね？手首のこの、小手のとこ、小手のとこ。ああ、はい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 。小手のとこで、押しつぶすようにやると、いいと思いますよ。こんなもん。うん、で、次、塩コショウ。ほい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 、ここに入れるんだ。うん。塩コショウを、うん、振って。適量？適量、適当。塩。塩、うん、いいよ。コショウ。コショウ多め。コショウ塩より多め。多めの方が俺は好き。へえ。でさえ混ぜんのまた。あと混ぜて。あ、玉ねぎも入れるんだ。うん。卵入りました。しまった、パン粉を開けとけよかった。大失敗だ。どうしよう、パン粉どうやって開けよう。口で開けるか。お。パン粉を入れて。え、量とかは別に適当でいいの？カップで言うと半カップぐらいやねんけど、100cc ぐらい。わからんわ、100cc が。もうちょいな、それの倍ぐらい。マジで？こんな入れ、もっと入れるんだ。うん。おい、はい、オッケー。いい感じで、さっきの玉ねぎも入れる。はい、はい、で、よくこねます。あー、さらにこれをこねるんだ、うん、あ、でもハンバーグ作ってるので、映像とかで見たことある気がする。普通？気持ち悪いわ。ほい、おお、でもなんかそれっぽいっちゃそれっぽいわ。でかくない？いや、それ一個じゃないからな。ああ、どれぐらいにしたい？まあ、ちょっとでかめの方がいいかな。じゃあ半分、それの半分ぐらいで。半分に分けるってこと？ああ、ごめんごめん、半分に分けてもらって、うん、おにぎりみたいににぎにぎして、にぎにぎして、で、なんていうの、ちょっと平らにして。あ、でも、あー、でもぽい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 。空気抜くやつってわかる？ポン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 。あ、やったこと、やったことある、やったことある、やったことあるっていうか見たことある。やったことはないわ。あの、俺の料理っていうゲームでやったことがあることを自分の中でやったことがあると認識して、やったことがあるって言っちゃった。お前、ゲームと現実の区別がつかんようになってるよ、もうついに。それやってもらっていいか？だからまあ楽しいわ。そうそうそう、子供喜ぶやろ、こんなん。ちょっとお前、もうちょい強くやった方がいいと思うで。あ、もっと。うん。そうやってできたやつは真ん中だけちょっとくぼまして。そう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 。ほい。
で、置いといて、まあ、またボールの中でも入れといて、はい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 。もう一個も同じようにやります。それも真ん中くぼまして置いといて、はい。火の準備してください。はいはい。そしたら先うん。ほどの種を種ね、作ったやつ。入れてください。強火ね。強火。二つも入れるの？お前さ、うん。油跳ねてるけどさ、水吹いた？じゃあ、すっげえ跳ねてるけど、お前絶対水吹いてないやろ。乗 っけんの？そう、乗っけてください。二個とも。見事も。乗る？乗る乗る。あ、いい感じじゃないですか？これで？で、まあまあ、強火にしといて、うん。裏に、後ろに焦げ目がついたら、お前またスプーンでやんの？そうだよ。だって、ないもん。お前フライ返しもない？あ、フライ返しもあるわ。フライ返し持ってきます。スプーン大好きか。いや、お前そんな言わしてもらうけど、じゃあフライ返しにしろって言ったか、一言でも。いや。じゃあフライ返しいつ使うねん。お前のそのフライ返しは何に使うために買ったん？ちょいちょい、まあ裏面見て。焦げてるよ。焦げてる？焦じげゃあてる裏よ。返もうし火て。通ってるよ。裏返すの無理やろ。くるってやればいいのよ。難易度高っ。簡単やって。そう。ああ、いい色やん。いいよ。いい感じ？いい感じ？いい感じ。お、いい。めっちゃいいよ。めっちゃいい感じ？で、そっから、中火にして。中火にして。はい。この後、はい。水を入れて蓋を閉めるんですよ。水を入れて蓋を閉める。おい、こんな油爆発すんだろ。いや、もう大丈夫。ふざけてんのか、お前。大丈夫やって。ほんとか？蓋閉めりゃ跳ねても大丈夫だから。蓋ってこれ？蓋？何？落とし蓋じゃないで。蓋 ってコントの蓋？蓋。本当って何？ないですね。じゃあ嘘の蓋は？嘘の蓋あ る？キッチンペーパーあるから。それやったらアルミかな。アルミはないな。アルミホイルもないんか。一応これをこういくことはできるけど。お前でもそれ取り出せる？火で燃えたりしないよね、別にこので皿っもおて。前さ、う油がバチバチバチって跳ねてるところにさ、それを入れれる？ん。それは我慢するよ。じゃあそれでやれるならやってくれ。やるわ。皆さんは、ちゃんと蓋使ってくださいね。怪我すると危ないんで。いや、お前もな。弱火にしてもらって、ほい。水を入れて蓋をは閉い。めるって感じで。水どれくらい？水は、ハンバーグの高さの半分よりちょっと下ぐらい。怖っ。あ、もうえらいことになった。大変なことになった。あっつ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 
いやどれくらいやるんですか、これは。まあ、水がほぼなくなるまで。ああ、なるほどね。餃子みたいなもんね。でもまあ肉汁が出て、もうそれは蒸発しないっていう場合もあるから、適度に。目安とかは特に時間とかじゃなく様子を見てみたいな。うん、でもこれ蓋じゃねえからもう様子見れねえんだよな、中の。こっちに聞こえへんねんけどさ、水がさ、バチバチやってる音は聞こえるん？聞こえる。パチパチ。パチパチ言ってる。じゃあその音をちょっと参考に。もうだってもうこの朝もう皿のさ、この空いてるこの隙間みたいなところからさ、湯気がもうガンガン出てるもん、うん、まあ水分なくなったやろなって音と、うん、音で判断してもらったら。熱っ。今でもここから水の塊みたいなやつがブクブク熱っ出てるってことはまだ水はあるってことだよね。うん、あるある。ブクブク出てるもん。
このさっきちらっと見た水分が全くなくなるまでってこと、うん、まあ全くというかほぼなかなか、なかなかだな。ある程度はなくなるから。匂いはすごいいい匂いする。ハンバーグの匂いだよ。やろう。うん、俺その匂い大好きやねん。いや、わかるわ。うわ、これ、これはワクワクするわ。じゃあお皿用意しといて、今の間に。え、これだよ。お前、それで食べんの？うん、これこれ、これしかないから、その3番目。びしょびしょやで。びしょびしょだな。じゃあちょっと一旦開けて。はーい。中を。どう？水分は。ちょっと減った。ちょっと減りました。ちょっと加減になって全然見えへんな。何やってるんですか。ちょっと危ない危ない危ない。お皿に乗ったけど。どう。あ、通ってる通ってる。いけてるよね。うん、今は変わってると思う、中まで。じゃあお皿に持って。はい。ああ、もう持ったん、それ。残ったフライパンの肉汁と、ケチャップと、ソースを入れて、混ぜて、混ぜて、上にかける。なんだよ、肉汁捨てちゃったぜ。いや、どっちにしろ、お前、ケチャップしかないやないか、ポケ。じゃあ、ケチャップをかけます。はい。はい。で、チーズを乗せる。チーズを乗せる。片方にね。いいですね。いい感じですか？いいですね。うまそう。じゃあ、次、目玉焼きを。はいはいはい。目玉焼きを作るのね。目玉焼きに必要なのは、卵と、卵と油と水。え、水もいるの？いるいる。と、蓋。蓋ない。マジか。また蓋ないやんけ、お前。いや、蓋が今、蓋今ハンバーグ乗っけちゃってるからな、蓋に。違う、それ蓋じゃないから。それ皿やから。まいったな。どうしよう。終わりよ。で、お水を入れる。で、本当は、このお水によって、何してんの？何してんの？じゃあ、蓋をすんねん、その後。水入れた瞬間にだろ？そう。そしたら、その蒸気によって、上の方も熱されて、熱っ。全体的に。お前今、大火事やったぞ。全体的に火が通るのよ。びっくりした。いや、わかるやろ。蓋がないから、ちょっと今度までに蓋用意しとくわ。蓋絶対いるじゃん。いるって言ってるやん。なんで勝手にいらんっていう判断をしたの？そんな強く言った？蓋いるって。いや、強く言おうが弱く言おうがいるはいるやろ。なや、じゃあ俺全部強く言うわ、これから。全部強く言ったら全部揃えんねんな。来たなー来たなー。なんでいらんと思った？別に使わないかなって。蓋とかまた、まただって肉じゃがの時使わなかったし。はぁ、あ、肉じゃがの時はあれでいけたし、キッチンペーパーだったし。それ落とし蓋やん。本当？うん。このまま裏返しちゃっていいの？うん、いいよ。おい。ああ、確かに、潰れてないわ。あ、あ、通った。よし、行こう。じゃあ、乗せよ、それ。ハンバーグの上に乗っけた？乗っけた。はい。うわぁ、え、マジ完璧？うまそう。お前、ハンバーグもスプーンで食うん？
うん、スプーンじゃないから完成です。やったー、皆さんハンバーグ完成です。いや、そういうことなん聞いてください。はい、めちゃめちゃうまい。うん、いや、卵の方も美味しい。